骨とは、脊椎動物において骨格を構成するリン酸カルシウムやコラーゲンなどに富んだ硬い組織である。ただし骨は単なる固形物ではなく骨細胞が存在した生きた組織であり、一定のサイクルで作り替えられている。特に軟骨などと明確に区別する場合には、甲骨とも呼ばれる。なお、この意味の他にも、交互的には生物にとどまらず、 例えば、傘の骨や、鉄骨など、様々に、骨とつくものが存在する。さらには、比喩的に、骨という単語が用いられる場合もある。ウィクショナリーの骨の項目も参照を。なお、本項目では、特に断りのない限り、最初に示した、脊椎動物の骨について説明する。脊椎動物の体内には、 分類の節で述べるように様々な形状と大きさの骨が存在する。骨の数は、個体の成長に伴って合体する骨も見られ、さらに合体の度合いなどに、個体差も見られるため、同じ種であっても一定ではない。参考までに、人の生体の場合は200個を超える程度である。同様に人の生体では、体重の15%から18%程度を、骨が占める。 この重量のうち約4分の3はカルシウムとリンを主成分とした無機物であり残りの約4分の1はコラーゲンを主成分とした有機物であるなお人のコラーゲンにも様々なタイプがあるものの甲骨には I 型のコラーゲンが主に見られ軟骨には2型のコラーゲンが主に見られる誰でも体得的に知っている骨の機能として体の保持や 姿勢の維持、各種機関の外力からの保護といった、その硬さを生かした機能を持つものの、骨の機能はそれだけにとどまらない。例えば、カルシウムは、地球上のすべての動物にとって、不可欠な元素の一つである。特に、陸上に生息している、脊椎動物にとっては、カルシウムを貯蔵し、さらに体液中のカルシウムの濃度調節にも、関わっている。人において、 最大の骨である大腿骨。体を支えるために重要な機能を果たす。そのため大腿骨の骨折は人の歩行能力などに重大な悪影響を及ぼす。また、パイプ状の大腿骨の中などには増血機能を担う赤色骨髄が存在する。ただし、加齢などに伴い赤色骨髄は黄色骨髄に変化する場合もある。甲骨と軟骨とで、 機能が異なっている。甲骨は、その硬さで骨格を構成する重要な要素を、担っているものの、曲げる力に対しては弱く、ほとんどたわむことができずに、折れやすい。これに対して、軟骨は弾性を持ちながら、圧縮力にも強い。また、緻密室の部分のパイプ状の構造や、海面室の部分の架橋構造などをうまく配置する、ことによって、重くなりすぎず、 かつ、骨の外部から力が加わりやすい方向に対して強度を高めている。これによって体重を支えたり衝撃に対して弱い器官を内部に収めることによって内部の器官を保護したりしている。さらに、増血機能を有する骨髄を収める場所などとしての機能も有する。カルシウムが豊富な地球の海を離れた陸上に住む。 脊椎動物にとってカルシウム貯蔵の場としての意味を骨は持つ。つまり必要に応じてカルシウムイオンの形でカルシウムを有利させたり必要に応じてカルシウムイオンを取り込んでリン酸カルシウムとして固定化したりして体液のカルシウムイオンの濃度の調節に骨は必要な組織なのである。また体液の pH 変化の干渉の役割も果たしている。 例えば、自傷骨は、外耳道から入力された音を、内耳へと音を伝達する機能を有し、さらに、自傷骨と連動する骨格筋を利用して、自傷骨の動きを抑えることで、強力な音が入力された際に、内耳が障害を受けないようにする機能まで有する。自傷骨の例のように、特殊な機能を果たす骨も存在する。また例えば、 胸椎とあばら骨と胸骨などが組み合わされて形状を保持している胸郭が本来の形状で安定して機能していることは肺呼吸を行う際に必要である。このように他の臓器の機能と密接な関わりを有する部分も見られる。形状による骨の分類骨には緻密室の部分と海面室の部分とがある。また骨の大きさや形状は 多種多様であり、縦に長い形状の長骨、立方体の形状の短骨、平たい形状の扁平骨、それ以外の特殊な形状を持った不整骨に対別できる。正常な骨は常に新陳代謝を行い、破骨細胞と骨芽細胞の働きによって活発に吸収と再構築が行われ、一定の量が保たれている。 骨折が治癒するのも骨の再生によるものである。骨の再生産、カルシウムの保持、または放出は、副甲状腺ホルモン等によって制御される。また、骨にとって、重要なオステオカルシンの転写には、ビタミン D が必要である。さらに、オステオカルシンを正常に合成するためには、ビタミン K だけでなく、ビタミン C も必須である。オステオカルシンは、 構造中にヒドロキシプロリンを含んでおり、ヒドロキシプロリンを合成するための、プロリルヒドロキシラーゼの保因子として、アルファ、ケトグルタルサインだけでなく、ビタミン C も必要だからである。同じく骨のタンパク質として知られるコラーゲンは、広範な翻訳後就職を受けて、初めて正常なコラーゲンになる。そして、コラーゲンもヒドロキシプロリンを構造中に含んでいるため、 コラーゲンの合成のためにも、オステオカルシンと同様にビタミン C も欠かせない。骨格形成には、糖鎖の代謝が重要な役割を担っていることを、理化学研究所が解明し、2007年に新遺伝子、SLC35D1 を特定した。これにより、人の致死性の骨系統疾患である下牛様骨盤、異形成症の解明につながると期待されている。 人の場合、骨は中杯葉から発生する。中杯葉の一部が骨芽細胞と破骨細胞に分化し、適切に骨を形成していく。骨になるはずの場所で石灰化を引き起こし、さらに骨芽細胞は骨細胞へと分化し、骨を形成していく。なお、甲骨は既存の部分がそのまま伸びたり大きくなったりはしない。これに対して軟骨は、 組織を大きくして行けるので、まず軟骨を作り、そこを甲骨へと変換して行く方法で、甲骨を大きくする。なお、人の場合は、ある程度の大きさに成長すると、それ以上の成長が行われなくなるものの、その後も、破骨細胞と骨芽細胞は、骨で活動を続け、古い骨を新しい骨へと変換する作業を、死亡するまで続ける。人は、 脊椎動物の骨を生体から得られる材料の一つとして用いていた歴史を有する。例えば、エアリードの木管楽器として知られるフルートの材料として骨を用いたとされる。つまり、長骨のパイプ構造を利用してそれを加工してフルートを作ったわけである。また、骨で作った釣り道具など様々な妖例が知られている。骨は、 カルシウム塩やマグネシウム塩などを多く含み、死後も分解されがたく、動物の化石としても、比較的残りやすい組織である。臨海石は、海鳥の糞が堆積したものが変化して生成する。他に、脊椎動物の骨も臨海石の元々の姿の一つである。また、相鉄鋼は、水底などで生物の含まれるリン酸と鉄が、結合して生成する場合があり、 死んだ魚類の骨の周囲に相鉄工の段階が見られることもある。ありがとうございます。